はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。者のなんかミッションをクリアしてますね。進化できたんで。こんばんは。そろそろ誰でもくるくるとしらすも頑張ったんだよ。いい感じよ。ただいま戻りました。さあ、葵が親密度が上がりましたね。じゃあ世界かて戦いはあるんや。おっと、政治問題が。浜松餃子派と桔梗信玄餅派の抗争まで行われて多数の犠牲者が出てるんか。キノコタケノコ戦争みたいなもんな。そうだった、静岡から山梨やってきて、なでしこちゃんが最初はスパイ疑惑で疑われて、あ、嘘やでって言っとこう。最初を覗いて。いらっしゃい。お夕飯戻りました。トレーニングで大丈夫でしょうか。いい感じよ。ちょっといいですか。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。お、召喚チケットゲット。そしてですね、さらに里へ向かってボーナスをゲットします。キラーポイント結構使いますよね。レベルが上がると。さーて、今日も気合い入れるぞ。強化できるんかな。限界突破。おっと、誰もあげられない。のメリーナイトネアアルシーブ。それじゃ出発しましょう。それ以上みんなに近寄らないで。いきなり死んだ。早っ。次の面へ。正攻法では難しそうね。うわ、
メって知った。うん、囲まれてる。強い。ここで、戦国さん投入しましょう。私頑張る、頑張れる。ダージカウントってなんだろう。これ使ってみる。まず1体倒しました。おっと、こんなのもできるよ。来た。必殺。なんだっけ。囲まれてる。倒しました。シュシュクエスト行ってみましょう。キサラギと悩んでるあなたには、シュシュクエストですね。前回まで中級まで行ってますね。そこで次はその中級の続きですね。だんだん難しくなってきてるのは確かですが、行ってみましょう。アルシーブいいですね、やっぱり。よし、行くよ。ボーナスチェア欲しい。まず一面簡単にクリアですね。こっち来るな。来た。みんなで力やってみましょう。富、名声、権力、回復。なんかさらに能力上がってますね。こいつめ。OK。残り1体強いな。一発本気でやっちゃうからね。囲まれてる。安な使い勝手がいいです。強いです。倒しました。から上級ですね。これは土属性ですね。これです。おっと、これでももう超えなくなっちゃいましたよね。さあ葵を使ってみましょう。
アリス。ほな、まったり行こうか。こんなの聞いてない。急にレベル上がってますからね。よし、チャンス。セラーの公式。ああ、一体か。ここは倒しちゃいます。おっと、結構封じ込まれている。まず1体倒した。ちょっとやばいですねこれ。お、これは初めてですね。冷えている。さあ、ここで彼女を投入しましょう。楽しみですね。イギリスの石。ヒーローモザイク。一発でドーンってきましたよね。強い。これで行きます。フィルターが月属性。アルシーブ使っちゃいましょう。彼女も結構やっぱり強いですね。あんまりダメージ与えられなかったけど、一応倒しました。打たれ弱いですからね彼女は。やばい。こっち来るな。痛いよ。ああ、倒された。せーの。で、それ。
強い。一体倒しました。さらにチャンスです。当然使います。キララジャンプ。ヤスナ強いですね。おっと、まだ一体残った。さあ藤川、かよっていうのかな、倒しました。昇級ですね、こっからは。召回復させましょう。これが土属性です。最初から使っちゃいましょう。シュガー使います。倒しましたね。シュガー単体の普通の攻撃でも強い。絶対早っ。いいダメージを。倒せてないのかと思ったら、さらに攻撃が、これは普通の攻撃です。本気の私を見せたるで。マットの使い方を見せたるで。マットは冷え切った地面を使う武器で。メンチカと、これ考えどころですね。ここで交代させ。強そうです。これも立派な戦術です。いや、近づいたらぶつよ。いや、近づいたらぶつよ。 OK です。さあこれで絶対大丈夫だから、飲んで飲んで。こんなことでよければ飲むなら全然防げない。本気の私を見せたるで。マットの使い方を見せたるで。冷え切った地面を使う武器で。メンチカツや。さあ確実に防御力を上げていきます。
おっと、クリティカルだからそんなにダメージ与えられてるわけじゃないです。まず1体倒しました。このゲームは攻撃が最大の防御ですからね。いきました。さあ、あと1体。え、なんで混乱してるんだ。倒しました。さあ、これで、スミっていうんだろうか、仲良し度がさらにアップです。どうじゃろう、素敵ですね。ならば嬉しそうです。はい、そうじゃの、いかいか、いや、おお、ところで、そうじゃ、はて、あなたには野田ちゃんのエナジー、ちょっといいですか。おお、グッジョブ、なかなかやりますな。さあ、見てみましょう。お、石が結構増えてますね。全部受け取りましょう。さあ、これで召喚できますんじゃないの、できますんじゃないのってなんだろう。さあ、チケットが1枚残っております。無期限って言っても変わりますからね。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。おっと、なんかいろいろ召喚できそう。アルシーブ欲しいですよね。おっと、これは、おっと、来るぞ星5。皆さんにゆっくり追いついていきます。何だ、誰だ。万年スロースタート万年大会っていう人ですか。さあ、星4確定です。カラスマさくら、かわいいですね。
これが最後かな。まだですね、まだあります。ありがとう。星をいただきました。この中の人はあの中の人のきあの狐4月からやってる狐のあの子役もすごく癒されるんですよね。すごい心にこういう子にあの癒されたい。誠心誠意尽くされたい。さあ。これで、アリスが、アリスじゃない、カリスマサ、カラスマサクラだ、が、覚醒しました。今夜はお月様が綺麗ですね。なかなかいい流れを作っております。これ、限界突破もできんじゃないの？行ってみましょう。おっと、お金が足りないのかな。いや、そんなことはない。メリー、ユイクメリーのメリーナイトメアですね。限界突破です。手応えあるよ。さて、強化しましょう、メリーナイトメアを。さあ、クエストの続きという前にトレーニング行かせてみましょう。こうそろそろガンダム来る頃かしら。でも結構ないんですよね。高山遥と入れ替えができないのか、これ。ずつ入れ替えたいんだがな。お使いですか？行ってきます。ちょっと困ってて、サンキュー。おかげで助かったぜ。さあ、クエストです。これ最後の。収集クエストですよね。へいへい、私野田美希。野田ちゃんって可愛く呼んでね。
アルシーブなんだが、星5のアルシーブ、星5が欲しいな、できれば。なんでしょうこれは。まあ行ってみましょう。出発しましょう。それ以上みんなに近寄らないで。僧侶には僧侶の戦い方があるんだから、みんなで力を合わせましょう。おはようございます。さあ攻撃力アップですね。もうちょっとだが、結構ダメージが大きい。強すぎる相手。わあ、何もできないや。やりましたね。痛いですね。すみません。うそ、これ。私としたことが。めちゃくちゃハメ技じゃん。ダメージが大きい。だから1体しか倒せてないと思ったらチャンス。今だ。総攻撃をかける。気を抜いたらやられるぞ。ここは手本を示さないとな。やっ。刃物の扱いを任せろ。まず1体倒しました。近づいたらぶつよ。しくじった。食らうがいいですよ。使いやすいですね。強い。なんとか倒しました。勝ちは勝ちだから。勝ちは勝ちですがね。
来たわね。相手になるわ。いろんな薬を混ぜてみたよ。チャンス。これでいけるはず。単体ですからね。行きましょう。なんてね。いいメロディー降りてきたよ。なかなかダメージ。さらに。おっとダメージ食らった。なかなかダメージ量、1体しか倒せてないが、しかしここは強い。OK です。さあこれで、うわ一発で倒された。強い。行きます。もういきなり行くしかないでしょう。集団攻撃できるやっぱりキャラクター強いですよね。ほぼそこに固めた方がいいのかもしれないが、一体も倒せてないのか。ただここで花が、花強い。簡単に倒しました。ご中佐3期決定おめでとうございますということで、悩んでるあなたには野田ちゃんのエナジーを注入しちゃう。ちょっといいですか。ありがとうです。助かりました。またお願いします。薄れたオブジェっていうのがありますね。ではトレードショップ行ってみますか。トレード、何がトレードできるんだろう。